グッドモーニング YouTube。今日は西新井ハートセンターの阿部先生、フラジャイルハートフェイラー。これは、順天堂の松江先生のグループで行った高齢者の心不全、のトライアルですけど、レジストリーですけれども、今日はですね、その松江先生もご参加いただいて、貴重なご意見いただけると思います。じゃあ、阿部先生、お願いします。よろしくお願いします。西新井ハートセンターの阿部拓郎と申します。今日は心不全とフレイルというところのお話を、この今ご紹介いただいたフラジャイルハートフェイラーをもとに中心にお話しさせていただきます。フレイルということで、まず日本の心不全、高齢者のお話からさせていただきますけれども、こちらはよく見る図かと思いますけれども、人口における65歳以上の人口の割合ですけれども、このピンクの線が引いてあるところが現在で、現在日本は世界のトップを走っていて、この状況は数十年以降、日本がトップという状況は変わらないというの状況で、世界を見てみると、その他韓国、イタリア、ドイツなどが続いているような現状で、世界平均を見てみると65歳以上の人口割合っていうのは 15% から 20% ぐらい収まっていますが、その約2倍の人口割合が日本にはいるということが分かります。これ、イタリアってこの後何が起きるの？ちょっと分かんないですね。韓国、イタリアはここからかなり上がってくる感じですね。いや、イタリアピークアウトしちゃうよね。まあいいんですけど、はい、どうぞ。高齢の心不全患者さんが増え続けるっていうのは、よく言われていることかと思いますけども、心不全パンデミックの時代が到来すると言われていて、心不全というのは高齢者になればなるほど罹患率の高くなる疾患ですので、日本の人口の高齢化に伴って高齢心不全患者さんが増えるというのも、間違いなく今後も増え続けるというのは言われています。で、今日の話の中心はフレイルですけども、フレイルっていうのは結構日本独自の言い方で、英語的にはフレイルっていうですね、直訳すると虚弱っていうことになりますけども、これに匹敵する日本語を探して、ちょっとあまりにも虚弱って呼ぶのはあれだということで、フレイルっていう言葉を、いくつかの学会合同になって、決めた言葉になります。で、フレイルとはっていうところなんですけども、フレイルって結構日常臨床でも使ってる言葉ですけども、定義に関して、細かく見てみたことはないので、見てみると、老年医学会からのステートメントに、言葉が出ていて、高齢期に、読み上げますけども、高齢期に生理的予備能が低下することで、ストレスに対する希弱性が更新し、生活機能が、低下して、要介護状態、死亡などの転機に陥りやすい状態で、筋力の低下により動作の俊敏性が落ちて、転倒しやすくなるような身体的問題のみならず、認知機能障害やうつなどの精神的問題、独居や生活的困窮などの社会的問題を含む概念であるということが定義されています。重要なのは身体的問題のみならず、認知機能障害とか社会的問題を含むという概念であることが重要です。で、フレイルは健康と要介護の狭間の状態っていうのを言われていて、健康な方が加齢に伴ってフレイルの状態になって、そこから併存症が絡んで要介護の状態になるということです。で、フレイルで重要なのは、適切な介入、適切な患者さんを見つけ出すことで、フレイルの状態はリバーシブルな状態で、健康な状態により戻ることも可能な状態ということで、考えられています。で、フレイルは大きく分けて、ここに挙げた3つあると言われています。身体的フレイルと精神心理的フレイル、社会的フレイルの3つあります。それぞれ見ていくと、身体的フレイルっていうのは、低栄養とか口腔機能の低下、運動機能障害などが含まれていて、精神心理的フレイルっていうのは、認知機能障害、うつなどが含まれていて、社会的フレイルは閉じこもり、孤立などが含まれる概念で、この3つが、相互に絡み合って、フレイルということになります。で、今日心不全患者さんにおけるフレイルなので、それぞれについて見ていくと、フレイルと心不全患者さんの研究はこれまでも多くなされていて、まず身体的フレイルと、予後の関係ですけども、心不全患者さんにおいて、全死亡において、フレイル R の患者さんはフレイルなしの患者さんよりもやはり予後が悪いというのが身体的フレイルの側面で言われています。
で認知機能障害も、当然これまで見られていて、こちら再入院プラス全死亡のエンドポイントで見てますけども、やはり認知機能障害のある患者さんというのは認知機能障害のない患者さんに比べて予後不良と関連していたというふうに言われています。で、まあ、2つあったらやはり3つ目もやられていて、社会的孤立に関しても見られていますが、こちらは心不全再入院のエンドポイントで見られてますけども、社会的孤立がある患者さんというのはない患者さんに比べて予後が不良だということが言われています。で、まあ、心不全患者さんにおいてどのフレイルも予後不良と関連しているんですけども、まあ、日常臨床を考えてみると、80歳の男性で心不全で入院した患者さんで、独居で軽度認知症があって、ほとんど家から出ていないような生活をしている患者さんというのは、まあ、よく遭遇する患者さんの像かなと思います。まあ、つまり精神的、社会的、身体的フレイルというのは、まあ、かなりオーバーラップしている部分が多いんですけども、まあ、これまでの研究というのはそれぞれ単独に評価していて、オーバーラップを評価しきれていないんではないかということです。で、これらのフレイルがどれぐらい合併していて、合併した場合の予後への影響というのはこれまで検討されていないというのが、この研究の、今日ご紹介するフラジャイルハートフェイラーの、研究動機かと思います。で、こちらが、今日、ご紹介するフラジャイルハートフェイラーで、順天堂大学の松江先生の、論文で、十条先生の名前も入っていて、西新井も、参加した試験になります。研究の目的は、高齢心不全患者さんにおける3つのフレイルの割合、合併と予後への影響を検討することです。方法ですが、デザインはプロスペクティブのマルチセンターのコホートスタディで、施設は8つの大学病院と7つの市中病院で構成されています。患者さんは2016年から18年に非代償性の心不全で入院した、読歩可能な65歳の患者さん、65歳以上の患者さんということになります。まあ、この読歩可能なというところがまた一つポイントかなと思うんですけども、先ほどお話したように要介護状態に至った人というのは、まあ、少しフレイルの範囲から外れますので、今回の患者さんは読歩可能な65歳以上の患者さんがインクルードされています。エンドポイントはプライマリーは全死亡プラス心不全再入院、セカンダリーが全死亡に設定されています。患者さんのエクスクルージョンは心移植またはバド植え込みの患者、維持透析患者、最近の心筋炎の既往のある患者さんは除外されていて、BNP100 以下もしくは NT プロ BNP が300以下の患者さんも、まあ、心不全ではないということで除外されています。で、それぞれ先ほど挙げた3つのフレイルの評価方法ですけども、1つずつ見ていくと、まず身体的フレイルに関してはフライドフェノタイプモデルというものを使用していて、ここに挙げたような体重、疲労感、エネルギー使用量、動作、歩行速度ですね、あと握力、筋力というところを評価して、この5項目のうち3つ以上で低下が認めた患者さんというのを身体的フレイルと定義しています。で、社会的フレイルに関しては、マキザコズ5アイテムというものを使用していて、ここに挙げたような5つの質問ですね。一人暮らしである、去年より外に出る機会が減った、友人を時々訪ねる、協力が得られると感じる友人や家族がいる、誰かと毎日喋るというような簡単な5つの質問にイエスかノーで答えて、これが2点以上になると社会的フレイルありと判断されます。で、認知機能障害に関しては、いわゆる MMSE とかが我々結構馴染み深いかなと思うんですけども、今回ミニコグっていうのを使っていて、これは5分程度でできるかなり簡単な認知機能障害の評価方法で、ステップ1でまず3つの言葉を記憶してもらいます。例えば桜、猫、電車ですね。で、ステップ2で時計描画テストを行って、患者さんに時計を書いてもらって、その後11時10分を指してくださいということで書いてもらうというような試験をします。で、それが終わった後に先ほど言った3つの言葉を言ってくださいというような形で、本当に5分程度で終わってしまう、簡便な認知機能の評価方法で、これが2点以下だと認知機能障害ありと判断される評価方法です。で、ここから結果になりますけども、まず、それぞれの3つのフレイルのですね、まあ、合併率を見てますが、まず全体1180人の患者さんにおいて、青色の認知機能障害は 37% 程度、緑色の身体的フレイルは 56% 程度、
ピンク色の社会的フレイルっていうのが 66% 程度、全体で、合併していたという状況です。でこれを年齢別に、4つに区切って見てみると、まあどのフレイルに関しても年齢が高くなればなるほど、それぞれのフレイルを持っている患者さんっていうのは増えていく傾向にあることがわかります。でまあ、今回このフレイルの合併というところに注目してますので、それを表したスライドになりますけども、ピンク色が社会的フレイル、緑色が身体的フレイル、青色が認知機能障害になりますけども、これを見てみると社会的フレイルと身体的フレイルの合併が比較的多いことが分かって、まあ、この中心にある 18.2% っていうのが、この3つのフレイル全てを持っていた患者さんということになります。でフレイルの合併数をですね、それぞれまた年齢で分けて見ていますが、色が濃い方からフレイルが3つある患者さん、210と並んでます。でオーバーオールは先ほどお話した数字で、それぞれ年齢に区切って見てみると、例えば85歳以上の患者さんではフレイル3つ合併している患者さんっていうのが3割いて、3つのフレイルどれにも該当しない患者さんっていうのはわずか 4% 程度ということになります。でフレイルの合併数ですね、フレイルが全くない人を0、1個、2個、3個ということで、4つのグループに分けて、ペーシャントキャラクテリスティックを見ていますけども、まず一番上の年齢のところは、先ほども申し上げたように、やはり年齢が、フレイルの合併数が多くなればなるほど、年齢も高くなるという傾向にあります。でこれピンクでかけたところの上が、結婚の状態ですけども、結婚しているかもしくは独り身かというところで分けてますけども、フレイルの数が多くなればなるほど結婚の状態の患者さんの割合が減っていって、独り身の患者さんが多くなってくるというような傾向にあります。2波の分類見てみると、フレイル3つあるような患者さんというのは2波、3から4の患者さんというのは割合が増えていっています。で EF に関しては、フレイル3つある患者さんの方がより、EF が高くなってくるというような傾向にあって、これハートフェラーのフェノタイプで見てみると、PEFの患者さんはフレイルの合併数が多くなれば多くなるほど増えてくるという傾向にあります。まあ、まとめると、フレイルの合併数が多いほど高齢で独り身で症候性の心不全で PEFの患者さんが多いという傾向にあります。でさらにペーシェントキャラクティスク見てますけども、こちらに関してまとめると、フレイルの合併数が多いほど利尿剤の処方が多く、ベータブロッカーに関しては、フレイルの合併数が多いほど少ない傾向にありました。まあ、これに関しては、フレイルの合併数が多いほどですね、PEFの患者さんが増えているっていうところを反映しているものかなと思うんですけども、まあ、その上でもフレイルの患者さんが多いと、やっぱり我々少し処方をヘジテートしている部分もあるのかなというのが気になるところです。でラボのところでは、ヘモグロビン、アルブミンはフレイルの合併数が多いほど低い傾向にあって、BNP っていうのは4群間で有意差はありませんでした。でこちらが、フレイルの合併数とその後の予後を見ていて、左のグラフが全脂肪と心不全再入院、右のグラフが全脂肪を見ていますけども、まず左から見てみると、フレイルの合併数が多い患者さんほどその後の予後っていうのが悪い傾向にあって、まあ、1個と2個の患者さんはほとんど変わらないんですが、フレイルが全くない患者さんというのが最も予後が良好でありました。で全脂肪でも同じような傾向が見て取れました。でこちら多変量の解析を行ってますけども、プライマリーとセカンダリーでそれぞれ、見てますが、まず全脂肪心不全再入院のプライマリーの方から見てみると、まあ、アンアジャスティッドの状態では、フレイルの数が0の人をリファランスとして、1、2、3はこうあるっていうのは、それぞれ有意差を持って、ハザードレシオが高い、位置を超えていて、でこれを多変量で補正していますが、補正するとフレイルの合併数が2個または3個の患者さんは有意差が残ったという結果です。で全脂肪に関して見てみても、まあ、同じような傾向で、多変量をかけた後はフレイルの数が3つ合併している患者さんというのの有意差が残ったという結果になりました。ディスカッションになりますけども、高齢心不全患者さんにおいてフレイルの有病率、合併予後への影響を検討した初めての研究になります。いずれのフレイルも年齢とともに増え、合併率も年齢とともに高くなりました。
で、フレイルの合併数が多いことは予後不良と関連していたという結果です。で、それぞれのフレイルに関して見てみると、身体的フレイルに関しては、心不全患者さんにおける身体的フレイルについては、メタ解析が出ていて、その合併率っていうのは 45% でありましたが、それぞれのトライアル見てみると、19から77% と、まあ、かなり幅が広くて、やはりフレイルっていうのは定義によってかなり幅が、数字の幅が出てしまうのかなと思います。で、本試験は最もよく検証され、一般的であるフライドフレイリティフェノタイプっていうのを用いて、合併率は 56.6% でした。認知機能障害に関しては、高齢心不全患者さんにおいて重要な合併疾患として最近かなり認識されてきていますが、今回使用したミニコグっていうのは3分で評価可能で、心不全患者さんにおける予後の予測能としても最近有用であることが報告されています。で、社会的フレイルに関しては、本試験ではマキザコズ5アイテムズっていうのを用いて、社会的フレイルの合併率は 66.4% と、まあ、非常に効率でありました。で、これはもともとこの方法を検証した元の論文では65歳以上の、まあ、心不全に限らない人っていうのの合併率を見てみると 10.2% でありますので、それに比べると、まあ、スタディポピュレーションの違いはあるにせよかなり効率な率が高かったということで、まあ、心不全患者さんにおける社会的フレイルっていうのは、まあ、一つかなり大きな問題なのかなと思います。で、まあ、それぞれのフレイルに対する介入ってところをやはり考えなきゃいけないんですけども、身体的フレイルに関してはリハビリっていうものがありますけども、まあ、社会的精神的フレイルっていうところに関してはなかなかやっぱり介入が難しいのが現状で、まあ、検証をそれぞれされてるんですけども、まだまだエビデンスが不十分かと思います。で、一つだけ、まあ、介入っていうところに関してご紹介させていただけると、身体的フレイルの心臓リハビリの有用性というところが最近の論文で発表されていて、これ左上がフレイルがない人で、右上がフレイルがマイルドな人、モデレート、シビアと並んでますけども、これ見てみると心臓リハビリは、まあ、もちろん心不全患者さんですので、フレイルない人でも有用なんですが、まあ、フレイルがある人でもマイルド、モデレートの人っていうのは心臓リハビリの効果が見られていて、シビアになってしまうと、心臓リハビリの有用性が示せていないということで、まあ、身体的フレイルのような心臓リハビリは、まあ、早期の介入なら、効果があるのかなというところが最近言われているかと思います。スタディのリミテーションですけども、心不全患者での有用性検討が十分になされていないフレイル評価方法があって、特にマキザコズ5アイテムっていうのは、これまであまり心不全患者さんでの検証が行われていない評価方法になります。フレイル評価は入院中のみで、先ほど話したようにフレイルというのはまあリバーシブルな状態でもありますので、そこの変化については今回評価ができていないということ。身体的、社会的フレイルを質問で評価していますが、これに認知機能障害が影響している可能性があること。152人の患者さんが少なくとも1つ目のアセスメント未試行で除外しているというところがリミテーションとして挙げられていました。コンクルージョンですけども、フレイルの合併は年齢とともに増え、合併数が多いことは予後不良と関連していました。フレイルに対する包括的な評価、アプローチが重要で、予後のみならず治療介入への個々の意思決定に重要であると示されていました。まあ、今回のトライアルの名前ではフラジャイルですけども、ハンドルウィズケアと書いてありますけども、まあ、やはりそういう患者さんというのは、まあ、かなり注意して診療していかなきゃいけないのかなと思います。以上になります。はい、ありがとうございました。今回は日本の65歳以上の高齢患者さんの心不全患者さんを前向きに、集めて、その患者さんたちのパラメータ3つ、身体、それから社会的フレイルと認知機能というようなパラメータでそれぞれ見てみると、かなりの部分がオーバーラップしていて、その、まあ、持っているパラメータの数が多ければ多いほど独立して、その予後をまあ、悪くするというようなことだったと思いますけれども、さて、どうでしょうかね。これ一つあれなんですけど、そもそもやっぱり、死亡単独にも、まあ、その関係しているという、結果見せてもらっていいですか。死亡もですね、多ければ多いほど、まあ、死んじゃうってことなんですけど、これ死因は何ですかね。
本論文中には死因の詳細はちょっと書かれてなかったかと思う。マジで先生、死因って検証されてます？確か、してます。確かしてません。確かしてたと思います。だから、何だったかって言われると、これなんです、ほとんどはただ心不全で、心不全者は、まあ、多かったは多かったと思います。あ、そうですか。ただ、すべて、はい。ただやっぱりいつもどこでもそうなんですけど、若年だと心不全死で、まあ、そうじゃないとそれ以外の死亡っていうのが、まあ、なってくるので、まあ、ある程度の、今回寝たきりの人が外してるので、まあ、それなりに心不全死はいたんですけど、なるほど、なるほど、まあ、もちろん一定数そうでもない人もいるっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。これ、まあ、もちろんカットオフにもよるんでしょうけれども、19番目にしてもらっていいですか。一番その、まあ、率が高かったのが 社会的フレイルで、まあ、その後身体的フレイルになって、まあ、認知機能障害ということになるので、まあ、これをそのまま解釈すると、一番初めに社会的フレイルがあって、でそれが時間的に身体的フレイルで、最後認知機能障害になるのかなっていう推論ができるかもしれないんですけど、そこはどうですかね。まあ、このやっぱり評価方法によってかなりこのパーセントっていうのはばらつきある分野かと思うんで、まあ、少しちょっとそこの、このそれぞれの数字を比較するっていうところは少し難しい部分もあるのかなと思うんですけども、まあ、これ見ると社会的フレイルと身体的フレイルの合併が多いということは、この2つはかなり相互に関連している可能性はあるんじゃないかなと。まあ、どっちかっていうとイメージ的には身体的フレイルが先に来て、社会的フレイルがに、もう合併していくっていう流れの方が多いんじゃないかなと思うんですけども。マテ先生どうですか。いやそれ難しいですよね。だから結局これってこの合併に関しては結構クロスセクショナルでパシャッと一枚写真撮ったような感じになってるので、うんうん、まあそれがその形式的なデータがないと、うん、やっぱそのどういうふうに発症してるのかっていう発症様式に関しては難しいだろうなとは思ってるんですよ。だから本当はまた2年後とか1年後にもう一度同じことを3つ評価するっていうのが一番いいんじゃないかなと。もしかしたら消えてる可能性すらあると思うんですよね。必ずしもその積み上がっていくものではなくて、まあ、普通にあればもちろん、っていうかその普通に考えたらもちろん積み上がっていくのが妥当だと思うんですけど、うん、まあそれって別に しっかりと見られてるわけじゃないし、社会的フレイルとかなんかちょっとしたことで解消される気もしなくもないですからね。だからまあちょっとそこら辺はおっしゃるとおりリミテーションで、まだ、まあ、この研究だけだとちょっといろいろは言えないかなと思いますけど。なるほど。あとはまあそのフレイルのおじいちゃんおばあちゃんまだと、まあ、出してるお薬がちゃんと飲めてるのかなっていうこと、それ自体がまあ、心不全死を増やしちゃってるのかなっていう感じもしますし、そもそもそれはまあ1個悪いよりも3個悪い方が悪いだろうっていうような気もするんですが、白谷先生どうぞ。ありがとうございます。多摩北部医療センターの白谷と申します。2点質問があるんですけど、この今出てる図で3つのフレイルがあると思うんですけど、これって重み付けみたいなのってあるんでしょうか。例えば認知機能障害がある人が一番その予防が悪かったとか、それともこの3つのフレイルって等しく同じ重症だとして評価がしていいかとか、そこら辺の評価ってあるんですかね。今回の論文ではその重み付けっていうところは、特になされてなかったかと思うんですけども、やっぱこれさっきお話したようにやっぱりそのありなしのその数字自体もやっぱり評価方法でかなりばらつくところがあるんで、そのどれを採用してるかっていうことでだいぶその重み付けも変わってきちゃうんじゃないかなと思うんで、ちょっとそこはやっぱり評価が難しいところかなと。まあ、先生それぞれのカットオフはどうやって決められました。以前の報告からっていう感じですか。そうですね、その点に関しては、まあ、基本的には何て言うんですかね、勝手に決めたわけじゃなくて、これまで の報告から決めたものになります。で、重み付けに関してはおっしゃる通りで、おっしゃる通りっていうのはその点は確かレビューアーからも突っ込まれて、こっちで共有ってもらえます。はい、お願いします。ですね、
これ見えてますかね。はい。これで、この時、ヨーロッパ・ジャンハーフェラーの時のリバトルなんですけど、だから、まあ、多分これ、この質問が先生方がおっしゃってた、どのドメインが特に強かったのかとか、コンビネーションはどれが悪かったのかとか、聞かれてて、まあ、実際、まともに突っ込むと、そうですね。まあ、これどっちだったっけ、結構ソーシャルドメインとフィジカルドメインがやっぱ強いんですよね、一言で言うと。それで、どれもまあまあ優位になってはいるんですけど、で、組み合わせでいくと、コンバインドイベントだとフィジカルコグニティブが一番悪いっていう結果になっていて、それは結構オールコーズデスも一緒なんですよね。で、やっぱソーシャルコグニティブっていうのはフィジカルが外れると、まあ、なんか悪い傾向あるんですけど、そこまでじゃなくて、フィジカルっていうのはやっぱ一つやっぱり効いてはいるんだなっていうのをちょっとこの時に思った覚えがあります。なるほど。はい。はい、ありがとうございます。はい。高田先生どうぞ。あ、ごめんなさい、白谷先生もう一個どうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。これももし解析してたら教えていただきたいんですが、それぞれのフレイリティでその心不全増悪の理由とかが違う場合は、それぞれに対してアプローチがしやすいというか変わってくるのかなと思いまして、認識の障害で例えば対悪の心不全が多いんであれば、まあ、対悪を改善するようなアプローチをすれば実は心不全の予後が良くなるとか、まあ、社会的身体的に関しても同じようなその何か傾向が見られるようであれば、何かそれに対するアプローチもできるかなと思ったんですが、そこへの解析ってされてますか？実はそれはすみません、してないですね。入院の心不全入院は取ってるんですけど、その原因をちょっと、多分記録してなくて、で記録していたとしても結局まあオーバーラップしてるんで、その一人の患者さんの中にですね、いくつもが。なかなかこう、身体的フレイルだけの人のとか、なんかそういうふうにやればいいのかもしれませんけど、これちょっとだいぶ偏った感じになっちゃうと思うので、重なり合ってることが逆に、それの心不全通学の原因が分かってたとしても、そもそも心不全通学の原因って完全に、かっちりと定義するのってすごく難しいと思うので、そこと1対1に結びつけるのは、ちょっと、データの取り扱いっていう意味では結構ちょっと難しいかもしれないですね。確かに。小田先生どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。女子大の高田と申します。アルブミン値がフレイルの上昇に関してあんまり変わってなかったっていうことだったかなと思うんですけど、アルミン低いっていうこと。ごめんなさい。そしたら、栄養状態とフレイルっていうのはやっぱり密接に関連してるっていうことでいいですか？そうですね。基本的にこの後僕たちグリムっていうですね、なんか国際的にコンセンサスが出た指標でやってみたんですけど、まあそれでは結構かなり強く相関はしてる。まあもちろんその年齢とかがお互い2つとも相関はするので。相関するんですけど、グリムはアルブミンを使わない、低栄養の定義で、まあ、通常 GNRI とかいろいろあると思うんですけど、ほとんど全部アルブミン使ってる。アルブミンって別に栄養だけが反映してるわけじゃなくて、基本的に心不全のなんかその体鬱血がある人とかも全部アルブミン低くなるんで、まあ、あんまり意味いい指標じゃないと思うんですけど、まあ、それを使わないグリムでもしっかりとフレイルと低栄養は相関してたので、まあ、もともとさっきプレゼンの中にありましたけど、低栄養もフレイルの一つ の表現系というか、フェノタイプというふうに言われているので、まあ、そこは、まあ、やっぱり別のものでもそうだったということを確認できています。ありがとうございます。あと、まあ、ちょっと入院期間が短いと難しいかもしれないですけど、入院中に、まあ、心理発展一つあると思うんですけど、フレイルが改善して退院していくとか、そういうことっていうのは難しいですかね、できそう。いや、ですね、
例えば実際今の僕たちの心不全の病棟の患者さんでは結構 SPPB とかをですね PT さんが繰り返し評価してくれていて、それ見てると確か上がってくる人たちはいるんですよね、繰り返しとってくれてるので。ただそれがその何にフレイルが良くなってるのか、その要は単純にその心不全が良くなってるのかがよく分かんなくて、そんなフレイルってそんな数日であのリハビリで改善するものなのかだろうかっていう思いはあるんですけど、なかなかそのそれを定義するのが難しいなとは思っています。ありがとうございます。はい、渡来先生どうぞ。ありがとうございます。森山記念病院の渡来と申します。リハビリ理学療法士だったので、ちょっとその視点から言わせていただくと、アルブミンなんかはと今話題に出てましたけども、アルブミンはじゃあ本当に身体的な機能を示すものだけじゃないって、今おっしゃられた通りだと思いますけども、食べられなく社会的に、フレイルでもアルブミン食べられないというだけで下がってくると思いますし、認知症で食中心とかも出てきますし、そういういろんな複合的なものがものすごくあって評価しにくいんだろうなと思ったのと、あと、ちょっとこれは意見として言わせていただきたいのが、リハビリは身体的介入だけじゃなくて社会的介入もしているので、その効果も多分神谷先生の論文を挙げていただきましたけども、その部分も含めて包括的っていうふうな題名を挙げてたので神谷先生も、その部分にもアプローチしてるっていうことを、ちょっと言わせていただければなと思いました。はい、ありがとうございます。柴橋先生どうぞ。ありがとうございました。女子医大の東洋センター柴橋です。ですね、少し気になったのはバックグラウンドで心不全のフェノタイプが出てたんですけど、僕全然これ知らなかったんですけど、フレイルが多くなるとペフの割合が多いっていうのはすごい不思議だなと思って聞いたんですけど、これはなんかこうなスーッと入ってくるような理由とかってあるんでしょうか。ペフは基本的には高齢でコモビリティが多いっていうのが一般的なそのものなので、そうなるとやっぱ高齢のコモビリティ多い疾患だと、ものだと増えると、やっぱり普通にこうやってしまうと、こうなっちゃうんじゃないかなって気もしますけど。確かにそうですね。すみません、そうですね。もう一つはですね、先生がさっきおっしゃられたフレイルのフェノタイプって言い方、すごい、興味深かったんですけど、フレイルの人を、外来とかで見たときに、見た目でも分かりますし、社会的にも分かるんですけど、今回調べてた、この、結婚してるかどうかで独身で独り身っていうので、フレイルが上がってくるのは、まず社会的なフレイルは上がるんでしょうけど、それ以外もやっぱりこういう独身の人たちって少し影響とかってあることはあるんですか、認知機能、身体的フレイルっていうのは。それはすいません、ちょっと興味深いところなんですけど、まだ調べられてないところですね。確かにそっちで切って、おっしゃる通りで、その社会的フレイルは多分質問表のあれ項目で、あると思うんですけど、ただ結構ご存知かもしれませんけど、女性は離婚しても死亡率は上がんないけど、男性は離婚するととか、なんか奥さんが先に亡くなるとそれで死亡率が上がるみたいな研究、社会的な研究結構今まで何本もあったんで、ちょっと心不全でも確かにそこを、これで、切ればそれで分けて切ればいいだけなんで、ちょっとやってみたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか。江戸川区でも、ね、実は会をやったときに、うちの病院でも江戸川病院でも、大変量解析すると心不全の再入院で上がってくるんです。独居だったんですけど、やっぱりそういう部分って社会的因子の方が強いねっていう話で結論したんですけど、地域性もあるかもしれないですけども、すごくそちらが重要だなっていうのは感じました。はい、すみません、コメントです。はい、ありがとうございます。ジュジョ先生の今、アクセプトの、ジャハンにアクセプトになって、社会的フレイルのやつだと、結構、独居がそこまで強くなかったんじゃないかって。そうでしたっけね。なんか、独居だけど、社会的フレイルがない人は別に用悪くないみたいな、そんな感じの結果だったけど、だから結局、独居であること、独居っていうのが、必ずしも、独居の人はみんな同じぐらい、社会から
隔絶されてるのかというと、そんなことはおそらくなくて、うん、なんで、独居っていうくくりはちょっと、今、ちょっと雑な、今までは多分くくりだったんだろうなっていうのは、ちょっと最近見てて思ってたんですけど。独居ってことは、だって独身もオーバーラップっていうか含まれてるってことですよね。しかも。あ、そうですね。大まかな、大まかにはそうなりますよね。全てではないと思います。そうですね。はい、さてこれ最後に、介入ということについてですけれども、なかなかそのこうパラメータいっぱい持っている人って高齢で独身でペフってことになると、かなり介入がしづらい人たちだから、まあこういう人たちの予後を改善するのってすごく、まあ、難しいかなというふうに思うんですが、まず先生、まず何から取り掛かりましょう。まあ先ほどの話でフィジカルフレイルがかなり引っ張ってるっていうお話でしたけれども、まあそれは引き続き、まあ、身体的な介入を、まあ、拡張啓蒙活動をするとして、その他の2つのパラメータに対する介入って今後どうしていきましょう。コグニティブディスファンクションは結構なかなか難しいと思うんですけど、うん、ただなんか確か論文ディスカッションに書いた通り、これどれに書いて忘れちゃったんですけど、結局身体的フレイルとかとコグニティブファンクションが結構相関しながら進んでいくみたいなデータもあって、だから一つ一つのパラメータを別々にそのインターベンションを加えていくっていう考えじゃなくて、やっぱりその包括的とか、一つを良くしたらもう片方も良くなる可能性はゼロじゃないと思うんですよね。だからまあ、そういう視点でやっていく必要があるかなと思うのと、あとまあそういう意味ではソーシャルフレイルは結構、まあ、この時代いろいろインターネットの使えるので、まあ、そこを基盤にして攻めてみるのは結構楽しいかもなと思いながらちょっと今考えています。なるほど、ありがとうございます。まあ、まずはそのコネクションというかネットワークを作って、まあ、そこからということですよね。まあ、今回は松井先生の、が代表の論文を紹介していただきましたけれども、まずはやっぱり、ディスカッションにもあったように、これ、まあ、こういった先行研究がほとんどない分野ということでしたので、こういうものが存在するってことをまず認識した上で、介入は、まあ、できるかできないかっていうのは、まあ、なかなか難しいところだけれども、まず認識、我々認識することが大事ということをメッセージいただきました。阿部先生、最後にまとめてもらっていいですか。はい、ありがとうございました。まあ、今、十条先生がまとめていただいた通りで、まあ、やっぱり今までの研究ってそれぞれ単独で見てて、合併っていうところが見れてなかったところに焦点を当てたっていう、それを1000人規模の、多い、コピュレーションでやったっていうところにすごく価値がある報告かなと思うんですけども、まあ、これを見てちょっと明日からの認証をなかなか変えていくっていうところは難しいんですけども、やっぱりなかなか我々目を背けているところでもありますので、まあ、こういう現状を把握した上で、介入ポイントっていうのをまあ意識しながら日々臨床をやっていく必要があるかなと思います。ありがとうございました。はい、今日はですね、今をときめく、まあ、心不全の松江先生にお見えいただきまして、いろいろ解説していただきました。松江先生、引き続き精力的に、まあ、いろんな分野でですね、ご発表をご報告されているので、またぜひお見えになっていただいて、教えていただければと思います。松江先生、今日どうもありがとうございました。今日こちらこそありがとうございました。じゃあ今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。はい